こんにちは、フェールケイトの小杖です。今日チャレンジするアイテムは、前回クリスマスが近いということでオーナメントボールを作ったんですけど、今回もオーナメントを作りたいと思います。で、今回と前回の違いは、針と糸を使わないので、小さいお子さんも一緒にお母さんと作ることができるかなと思います。で、作るアイテムですが、こちらです。で、これはフェルトをボンドでくっつけてるだけなので、とても簡単で、でちょっとこのキラキラしたところがオーナメントボールに見えたり、ろうそくの明かりをちょっとイメージしてキラキラさせています。では作業に入ります。はい、今回使う主な材料はこちらです。で、まず今回フェルトを4色使っていますので、今回の4色は緑、赤、ちょっと明るめのグレーとネイビーのこの4色を使います。で、ちょっとキラキラしたこのオーナメントボール風なものがこれですね。で、これ100円で売ってるので、こんなに結構たくさん入ってるんで、たくさん作れるかなと思います。で、今回はこんな感じのフェルト布用の手芸用ボンドだったりとか、もしそういうものがなかったら木工用ボンドも布結構つくので、ちょっともしあればおすすめかなって思うのと、これはなかなか小さいお子さん難しいと思うんですけど、最後のこのここを留めるときにフェルト用のボンドだと弱いかもしれないので、お母さんがこれを一緒に使って留めて最後あげるといいかななんて思ったりもします。じゃあ早速作業に入ります。で、今回の型紙これだけです。で、これ特に決まりは全くなくて、こんな形に作ろうかなっていうので、ここのまず大きさは一番内側のこの緑です。この緑がこのサイズになってます。で、ちょっと見ると形が左右反対な気がするんですけど、こうやって書いて、それを裏としてこうやって貼っていく形になりますので、実際はこう書いたものをこうやって貼っていくイメージです。では早速やってみようと思います。で、まずこの最初の内側の小さい三角形を切ります。はい、書けました。こんな感じですね。で、今回この型紙を作ったんですけど、別に型紙がなくても直接こういうところに三角形を書いて、それをもう土台にしても全然構いません。じゃあこれをカットしちゃいます。で、フェルトをカットするときに気をつけるのは、前もちょっと言ったお話ししたんですけど、ハサミを一回根元から外してまたハサミを入れちゃうと、ちょっとこうガチャガチャってしがちなので、なるべくハサミはフェルトから離さないようにするのがおすすめなんですけど、こういう細いところは難しいと思うので、もう一回切ってしまって、またここからスタートさせてもいいかなと思います。で、線が曲がるのは逆にフェルトの可愛さが出るので、あんまり気にしなくてもいいのではないかなと。こんな感じでまず三角形ができました。で、この三角形の次に何を足すかっていうのを自分で決めていくんですけど、今回私は次を赤にして、この木の部分をグレーにして、で、最後の地取りをネイビーにしようかなと、こんな感じにしようかなと思ってます。ということで、次はじゃあ赤ですね。で、こっちが裏だったから、描くときも綺麗な方を表にしたいので、今回はこっちを表にしようかな。なので表を下にして、描いていい方を上にして、こっちが裏だから、このまま裏と裏同士を重ねて線を大きく描きます。こんな感じですね。で、これを一回外してまたカットします。で、切ったらこれを裏下にして、表を上にして、こっちも今裏だったからまた表にして、こんな感じですね。で、貼ります。こちらがフェルト布用のボンドですね。こんな感じで細いのですごく使いやすいです。で、小さい方のフェルトにこれを貼っていきます。で、これを貼っちゃいます。こんな感じですね。
かり押して、で少し置いて、しっかりとつけます。で、ついたら、この周りをまたカットするんですけど、こんな感じで、すごい、こう、太くカットするんじゃなくて、割と、こう、ラインを作るぐらいの、ピンクが少し見えてるな、ぐらいな感じですかね。なので、今回も、緑の先に赤いラインが入ってるな、っていう風な、ぐらいの見え方にカットしたいので、しっかりと緑のフェルトを見ながら、こんな感じでカットしていきます。小さいお子さんが作るときは、こういう風にカットしなきゃダメだよっていう決まりは特にないので、赤たくさん見せたかったら赤いところをたくさん出してカットしてもいいんじゃないかなと思います。こんな感じですね。緑の外枠がちょっと赤いラインが可愛い感じになりました。で、次はグレーなので、またこうやって貼りたいんですよね。ということは、これを反対にまたして、こちらも反対にして合わせて、また線を大きく描きます。で、次はこの木のところを作るので、まずは最初にあの方を大きく描いて、だいたいこの辺から木が始まりたいなっていうところを描いちゃうんですね、これ。こんな感じ。で、これをまた先にカットします。この木のところは、これがスタートなので、綺麗になるべくね、カットして、このあたりはまた大雑把に後でまたカットするんで、線が多少、線の外でも関係ないんですけど、またここに来たら、ここはそのまま使うとこなので、ちょっとそれを意識しながら、綺麗に、こんな感じですね。で、ひっくり返して、またこちらもひっくり返して、貼ります。貼るときに、今度真ん中じゃなくて、この木の、ここですね。ここにきちんと合うように、こうやって貼ってあげたい。じゃあ今回、これも貼ってみますね。ここに揃うように、こんな感じで。で、なんでここに揃うように貼ってあげたかっていうと、木カットしづらいから、最初にカットしてあげた方が、自分も楽ですよね。で、これをまたきちんと貼り合わせてカットします。はい、こんな感じですね。で、今度また最後。一番最後の、今はここでいう黄色い部分ですね。これがネイビーになるので、これもまた裏にして、ここで合わせて、また描いちゃいますね。で、ここすごく浮いてるので、こうやって押して合わせちゃうとずれちゃうから、ここはもう大きく後でカットして合わせるように大きく全体的に線を描きます。こんな感じですね。ではこれをまたカットします。で、表に返して、こちらも表にしてこうやって貼ります。はい。で、こんな感じでまた貼れたらこれもカットします。はい。こんな感じですね。で、ここのカクカクしてるところがちょっともし気になるようだったら端っこの方をこうやってハサミを入れてあげるとちょっと丸みが出てきて可愛かったりもするのでこれはお好みですね。こんな感じになりました。で、そしたらオーナメントをつけようと思うんですけど、このスパンコールはいろんな色があるので私は今回一色だけにしたんですけど、お友達と一緒に買いに行っていろんな色を買って、こうね、単色だけじゃなくってゴールド、シルバー、赤、黄色、青みたいな感じにしても可愛いと思いますので、いろんなね、種類を試してみてほしいと思うんですけど、数も特に決まりがないんですけど、なんとなく6個ぐらいがちょうどいいかなって、で、どこにはめようかなみたいなのは自由に決めてもらっていいと思うので、可愛い。こんな感じにしようと思います。で、これ布しかつきませんよっていう風に説明書には書いてあるんですが、1日経ったら試してみたんですけど、ちゃんとつきましたね。なので意外とこれ1本でも大丈夫かもしれません。なんで今回もこれにしようと思います。で、こっちにつけるんじゃなくって、ボンドは布にプチッとつけて、で、このスパンコールをここにポンと乗せるイメージかな。つけ方は。その方が手にもつかないしいいと思います。
ということで、じゃあこの残りの分もつけていきます。はい、こんな感じ。かわいいですね。こっちもかわいいけど、こっちもとってもかわいくできた。こんな感じで、で最後にここ糸を通ってるんですけど、ここだけちょっと針と糸を使ってしまったんですが、紐の付け方は本当自由なので、いろんな付け方をチャレンジしてみてください。今回はこんな風につけてみました。はい、ということでクリスマスツリーのオーナメント完成しました。こちらです。可愛いですよね。本当にあのザ・クリスマスカラーという感じで、緑と濃い赤でオーナメントがキラキラねしていて、でちょっとでもツリーのこのグレーとかがねこう効いていて可愛いんじゃないかなと思います。そして紐は赤で、これをツリーにつけてもいいですし、これ自体をもうクリスマスツリーみたいな形でここね、あのお子さんの部屋にこう飾ってみたりとかするのでも可愛いんじゃないかなと思います。でさっきも最初に作ったこんな感じのちょっと違うテイストの、普通のクリスマスツリーの色とは違う感じのクリスマスツリーのオーナメントだったり、あと昨日ちょっと作ってみたんですけど、これはなんか夜っぽいイメージをしたくって、こんな感じのね、ちょっとこうツリー自体がネイビーになってしまってるっていう感じのちょっと変わった感じなんですけど、そして紐が紫の毛糸っていう感じでね、いろんなアレンジができると思いますので、ぜひ好きな色と好きなこのオーナメントのキラキラを使って自分だけの可愛いクリスマスオーナメントを作ってみてください。でさっきも言いましたけど、針も糸も使わないのでお子さんと一緒に楽しく作れるんじゃないかなと思います。ということで今日はクリスマスツリーにつけるクリスマスツリーの形をした簡単に作れるオーナメントをご紹介しました。どうもありがとうございました。